今日はですね、勉強を好きになってもらおうと、四日市市に住む男性がアプリで教材を開発しました。アプリを開発した上田達郎さんのもとへ伺いました。あ、そうですね。今日はどんな体験をさせていただけるんでしょうか。こちらを使ってですね、はい、普段は、まあ、磁石の力をですね、まあ、目で見えるようにする装置なんですけれども、はい、じゃあやってみましょう。物理の教材として開発したのは、VR、バーチャルリアリティの技術を使ったアプリです。で、パンと落としていただいて、そうですね、そうですね。わー、すごい、周りの方位地震がもうくるくる。そうですね。すごいですね。こうするとですね、赤い N 極から右上にこうぐるーっと広がってですね、はい、上を通って左から X 極に入ってるのが分かる。すごい、わかりますね、流れが。これが磁場の流れなんですね。なるほど。一歩下がっていただけますか。はい、アプリの最大の特徴は、平面だけでは理解しにくい磁界の動きを立体的に見ることができること。赤い N 極からですね、はい、磁力が出て、わーっと広がって青い S 極に入っていくというのが3次元的に広がっているというわけですね。で、これさらにですね、ちょっと動いていただくと違う角度からですね、観察できて。以前、中学校と高校で理科や物理を教えていた上田さん。生徒たちに理科を好きになってもらいたいと開発を始めました。まあ、中学校とかではみんな教科書の上にですね、はい、あの磁界の様子が載ってるので、はい、磁界って二次元だと思ってる生徒が多いんですね。思ってました。まあ、だけど実際の磁石はこういうふうに三次元に広がっているというのが見てみんな驚かれます。上田さんはもともと物理の先生だと伺ったんですけども、またなぜこの VR の教材を作ろうと思われたんでしょうか。まあ、理科離れという言葉があるんですけれども、それは中学校の2年生でよく起こると言われていて、まあ、例えば今の磁力ですねというところで、あの小学校まで実験ですごい楽しかった理科が、あのよくわからないものになるということで、あの、まあ、理科教育のどうしてもつまずきのポイントになっていたので、まず取り組んだということです。2015年に文部科学省が行った全国学力テストでも理科離れの傾向が見られます。アンケートで理科の勉強が好きと答えた小学6年生は 83%、 小学生では人気教科だった理科が中学3年生では61% まで減少しています。体験型の学習が多かった小学生に対して、中学生になると理論的な授業が多くなるからと言われています。授業内容がよくわかると答えた中学生は 66% で、国語と算数数学の3教科の中でダントツに低い結果です。やっぱりこう平面でね、こう立体的なものを言われても、やっぱり想像力でしかないので、なかなか理解するのが難しいですよね。はい、高校で授業してた時なんですけれども、まあ黒板にチョークでこう式を書いてるじゃないですか。結構難しいところだったんですね。で、ふっと後ろを向くとですね、生徒たちの顔からですね、その心がポキ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 ってですね、折れていく様子がですね、もう目に分かったんですね。あ、これはまずいなと。この教え方をずっと続けても同じことの繰り返しになっちゃうなと思って、あのその時ちょっと強い決心をしたという感じです。生徒たちにより理解してもらえる方法はないかと、10年間勤めた教師を辞め、目に見えない現象を体感できるアプリに着目、開発を始めました。向こうから。そうですね。2014年には個人事業としてフィールフィジックスを設立。さっきのゴーグル1個3。2017年には開発したアプリを持って大阪や東京で展示会に参加します。そこでは操作が難しいといった問題点が上がり、修正を重ねアプリを完成させました。今年の1月にはマイクロソフト社が優秀な技術者に贈るマイクロソフト MVP を受賞。世界中の技術者や開発者が選ばれていて、
日本ではこれまでに260人ほどが受賞しています。上田さんは開発者にとって名誉な賞を受賞しました。現在上田さんは県内外の高校などに出向き、開発したアプリを使って体験授業を行っています。この日は障害者の就労訓練や支援を行う障害者 IT カレッジ四日市に出向きました。これまでに三重高校や鈴鹿高校で行った授業の反応は上々、勉強なのに楽しかった、次回を理解できたといった声があり、アプリを通して理科の魅力を伝えています。磁石に対して磁力線がどういうふうに動いているかっていうのもすごく立体的に見えてすごく楽しかったです。自分の指の動きでちゃんとそのものが動いて、それがちゃんと反映されて、いろんな動きを見せてくれるっていう、で次回の動きっていうのがちゃんと勉強になるし、これすごいなと思いましたね。やっぱりだからこれを見ていただいて、生徒さんが磁界って磁石の周りにこう先生はこう広がっているっていうふうに説明するけれども、まあ、実際にはこういうふうにVR を使ってみると、広がっている様子が具体的に分かるというのが見せられるかなと思ってます。今後は2年間で10種類ほどのアプリを開発して使ってもらえるよう活動していくということでした。はい、楽しそう。楽しかったです。もう磁石 の, 力をですね、目で見ることができる、そんな時代になってしまいましたね。実際やってみてどうでした？はい、もう本当実際に目の前に本当磁界が広がりまして、うん、こう正面で見るだけでなく、さまざまな角度から磁界が見えますし、また指で動かしたりするので、これは楽しく学べるんじゃないかなと思いました。うん、でこう平面で学んでてもちょっとよくわかんないんですよ ね,、はい、そうなんですよね。立体にしてほしいですもんね。はい、生徒さんもすごく評判良かったんですけど、うん、そうなんです。大人も結構楽しめるんじゃないかなって思いました。それは楽しめますね。ちょっと早く欲しかったですね。そしたら物理が好きになっていたかもしれなかったなと、はい、私もそう思いました。はい、はい、今回本当に実際に体験してみまして、楽しく学ぶことで勉強好きにつながるのではないかなと感じました。今後も楽しく学べるアプリを開発してほしいですね。もう先生には子どもを勉強好きにしてほしいアプリ作ってほしいですね。はい、以上リポートでした。